皆さんこんにちは。危機管理課の村山と申します。よろしくお願いいたします。本日は危機管理課からお知らせがあります。今月5月29日土曜日に区内131箇所に設置している防災行政無線を通して大規模水害を想定した避難情報の訓練放送を実施します。令和元年度に発生した台風19号の際に防災行政無線で避難情報を流し区民の皆様に周知しました。しかし防災行政無線は屋外にあるため気象条件や近年の建物の気密性向上などにより室内に音が伝わりにくい場合がございます。実際に強風や大雨などの影響により放送内容が聞こえない、聞き取りづらいといった多くのご意見をいただきました。そのため台風接近時の避難情報など緊急放送を実施する場合は大音量でうーといったサイレンを鳴らす放送をしますので、サイレンが聞こえましたら区民の皆様にとって重要な情報が流れていることを認識していただき、区公式ホームページ、ツイッター、フェイスブック、安全安心情報メール、葛飾 FM などをご確認ください。また防災行政無線の放送内容については防災行政無線電話案内サービス 0800-800-0657 のフリーダイヤルまで電話をかけていただくか、防災行政無線確認用スマートフォンアプリカツラッパでご確認いただけます。今回の放送内容につきましてはこちらになります。日本語のほかに音声を英語、中国語、韓国語の多言語で放送します。放送時間については午前10時からです。5分前の9時55分にこれから訓練放送を行いますといった事前放送が流れます。今回の放送につきましては訓練ですので避難は不要です。避難には落ち着いた行動と日頃からの備えが大切です。この訓練放送を機に皆さんも避難方法などを確認してみてください。